ヘイヨー、ケンズ飯です。はい、今日もねガチャガチャやっていくんですけど、今日やるデッキはこちら、ラブハウンド、まあ、空飛ぶゴーレムですね。で、このデッキは見たことある人はわかると思うんですけど、アジア大会でケンズ飯が使って3クラ取ったデッキですね。うん。で、イントラのところをコウモリにしたいんですけど、コウモリまだね、レベルが足りないんで、うん。イントラのところをコウモリにしたいんですけど、まあ、イントラでもいいかな、正直。で、これは本当にオリジナルで完全自作。で、かなり強くて、結構ね、海外プレイヤーも教えたら使ってくれてるんで、まあね、自分なかなか使ってて面白いですね。まあでも、テンプレがね、ダクネク工場いうのがね、猛攻に止まんない時があるんで、そこら辺はね、分かった上でご了承、ご視聴ください。まあ、ショテラバだよね。ボブとかあったらショテラバ OK っす。うん。で、これどうするかだよね。まあ、ギャングじゃなくて、吹きボブで、やるか、これ相手舐めてますね。ダクネク出して、後ろね、ついてからの。で、こっちにベビドラ出して、相手 PPP か。ダブルドラゴン。ザップ持ってたらアウチなんですけど、持ってるか。持ってるバイオパー、私ゴブで OK です。んで、まあ、相手撃かな、多分。なんですが、まあ、言うてダメージ入ってるんで、まあ、このイントラはまあ、終わって、まあ、ダクネク出すか、ってことですよね。ダクネク出して、吹き込む。ダクネク出して、吹き込む。オッケー。いや、吹き込む強いんですよね。まあ、新カードはマジで吹き込むぐらいでちょうどいいと思う。パワーバランスがね。これやばいね。これはやられました。まあ仕方なし、仕方なし、これガゴかなですよね。まあ分かってるけど、いかんとこラバーで受けて、受けれないんかーい。出した意味、出した意味っすよ。あれですわ、こいつをライティング飛ばすんで、こっち削るといいかも。ラッキー、ラッキーって感じで、どうする。で、ゴブ、あ、ゴブで受けれないか。言うて大丈夫。レッティング、で、この無視できないインドラ流してくるんですよ。無視したら終わると。オッケー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 。まあ多分もう一個落とさないでしょ。やりとしたらここからプリンスぐらいなんで、オッケー。そう、イエーイ。いや、インドレインが効果があると、まあ、コウモリでも回転率上がるし、まあ、全然変わるんですけどね。ラバーも強いっすね、マジで。よろしく。あと2000ぐらいいこうかな。おっと、いきなりポンプか。どうしようかな。まあ、ダクネク出して、三重子だったら、この、ダクネク、ラバーは全部死ぬんで、きついっすよね。三重子っぽい香りがする。やっぱりね。あぶねあぶねあぶね。なんか三重子の匂いがしたんですよ。今の三重子出してたらもう終わってましたわ。三重子じゃねえわ、ラバ出してたら。んで、これ多分相手、ユーノとかが小ジョババとかなんで、まあ、ラバを裂いて、まあ、ゴブを、なるほど。これは無視していく。
で、こっち側からだと冷やしにできるものがないと思うんで、ライティング回ってこねえな。ライティング回ってこねえな。どうしようかな。強えな、31。あ、でも言ってダメージ入る。まあまあそうなるよね。まあまあそうなるでしょうや。ライティング間に合わなかったな。まあそうなるでしょうや。そうなるでしょう。おい、チンパンじゃねえかこいつ。やだ、負けたくない、こんなチンパンに。ふざけんな。ふざけんな、マジこんなチンパンに負けたくねえよ。いやでもあそこに30しまとめ出されるとな。このチンパンはですね、多分ね、またしても30しが入ると思ってるんで、持ってるんでライトニング握っといて打ち込んでやると。ほらよ、そこ東にできねえんだよ。で毒が入る。待って待って、言うてやばいか。オッケー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 、入った入った入った。2 3 4 5 6 あれってなるよね。やべ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 、待って、これやばい、これやばいやつ、やばいやつ。なるほど、待って、来る、30周が来る、30周に変わりがする。待って、これな、これな、これな、絶対な。3、あーあーあああああああ、もうミスったわ。もうマジミスったわ。いや、最初のさ、ミスったわ。チキショー。悔しい。分かってたのに。分かってたのに。これ日本人だっけな、フレナティックリベルスって。なんか日本人だった気がする。日本のクランだった気がする。ゴーレムー。どうしようかな、俺。防衛からの、いや、ラバ出して、ラバ出してインドラでいっか。30しくせえな、ちげえ。オッケー。やったー。インドラさばいたね。じゃあ、エレキか。ゴブイントラ強えな。逆線にゴブ飛ばしてて、こっちが入る。でネクロ出す。チンパンチンパンチンパンの攻めでいいんすよ。もうラバにタケ取る。そっちかい。前撃かな。オッケー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 。んで、ベビドラ出してライトニング使わせるか。で、使わせたら、コウモリが刺さるんで。いや、見ねえな、これ。さては。で、矢の処理して、オッケー、メシ。ゴブ出して、ラバ出して、まあ、インドラでしょうね。インドラでゴルフ。あれは？で、まあ、次はメガごと、なんだっけ、誰だ、メガごと、エレキをライトニングでぶっ飛ばして、
プレイって言うんですよ。来るぞ。あ、もういいや、こいつでいいや。オッケー。お、面白いな。面白いが届かない。そう、そんな感じでもラバはもうラバラバしたから勝ちなんで、ナイスゲーム。強いっすよね、意外とこのラバ好きなんですよね。適当に組んだ割には適当に組んだ割には強かったんですよ。確かね、日本人のクランだった気がするんだよね。確かね。あ、やっぱり、あれだね、ライブリー2が、独立したクランでしたね、確か。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ってな感じで今日は、まあ、剣詰氏もね、まあ、言うてラバ使えるぞと。そういうことを伝えたかった。てか、まあ、ラバ強い、マジで。これね、スケルトンラッシュにめっちゃ強いんですよ、ここいるんで。そう、ってな感じで、まあ、皆さんもね、結構自分のデッキってものをね、作ってみると意外と面白いかもしれないです。まあ言うてそのカードパワーのご利用したんで、ここら辺の強いカードのね。なんでまあそこをうまく組み合わせると、どんなデッキでもね勝てるのかなと思います。ではもやし食べてきまーす。もやしじゃないんだよね。もやし食べてきまーす。飯食べてきまーす。似てるな、確かに。ごめんね。